スタート直後に待ち受けるのがこのクイック S そしてスロープを上がった後の横浜タイヤクロッシングスタートストレートを通過したマシンが左右と切り返した後に上りスロープを通過そして横浜タイヤクロッシングに突入しますコースアウトの危険性は少ないですがその後に控えるジャンプセクションバニーホップに向けて安定して通過するのがポイントです